イジャヤムリトラジは、インドマドラス出身の元男子、プロテニス選手。1970年代から1980年代にかけて、インドのテニス界をリードした選手で、彼のシングルス自己最高ランキング、16位は、当地の男子選手の最高順位である。彼は、ATP ツアーで、シングルス16勝、ダブルス13勝を挙げ、 1974年と1987年の2度、デビスカップでインドをワールドグループ決勝に導いた。身長193センチメートル、体重86キログラムの超新選手で、とりわけボレーの技術に優れていた。二人の兄弟、アランド・アムリトラジとアショク・アムリトラジもプロテニス選手で、ビジャイは三人兄弟の漫画家である。 息子のプラカッシュ・アムリトラジもプロテニス選手になった。ビジャイ・ヤムリトラジは少年時代は病弱な子供で10歳までは医師になる夢を持っていたが職業としてプロテニス選手になった。1970年から男子テニス国別対抗戦デビスカップのインド代表選手に選ばれ1988年まで18年間代表選手を務める。1973年 彼は、ウィンブルドンと、全米オープンの2大会連続で準々決勝に進出し、全米オープンは、兄のアナンドと組んだ男子ダブルスでもベスト8に入った。1974年は、全米オープンで2年連続のベスト8に入ったが、全米準々決勝では2年連続で、ケンローズウォールに敗退した。1974年は、デビスカップのインドチームが初めて世界最上位の、 ワールドグループ決勝に進んだ年でもある。インドは当時の東洋ゾーンで日本とオーストラリアを破り、その上にあったインターゾーンでソ連チームを破って勝ち進んだが、ワールドグループ決勝の対戦国が南アフリカに決まったことから、当時アパルトヘイトを実施していた南アフリカとの決勝を出場辞退した。その結果、インドは準優勝となり、 南アフリカが1974年のデビスカップ優勝国になった。デビスカップ準優勝から2年後の1976年、ビジャイとアナンドのアムリトラジ兄弟はウィンブルドンの男子ダブルスでベスト4に進出した。インド人同士のペアによるウィンブルドン男子ダブルス準決勝進出は1923年のルイス・ディーンと アタルアリフィジー組以来53年ぶりの快挙であった。アムリトラジ兄弟組は準決勝で、ブライアン・ゴットフリートラウル・ラミレス組組に3から6、5から7、6から8で敗れ、決勝進出を逃した。アムリトラジはその後も、ウィンブルドンと相性が良く、1981年に、再び、シングルス・ダブルスのベスト8進出を記録している。 8年ぶり2度目のシングルス準々決勝では、ジミー・コナーズに6から2、7から5、4から6、3から6、2から6で敗れ、アナンドとのダブルスでは5年ぶり2度目の準々決勝で、ジョン・マッケンローピーター・フレミング組に6から4、2から6、1から6、4から6で敗退した。選手経歴の後期に、アムリト・ラジは1987年のデビスカップで、 インドチームを13年ぶり2度目のワールドグループ決勝に導いた。彼の年齢は34歳に近づき、インドはワールドグループ決勝でスウェーデンに5000全敗を喫した。当時のスウェーデン男子テニスは最盛期にあり、代表選手はマッツ・ウィランデル、アンダース・ヤリード、ヨアキム・ニーストロムがいた。インドはビジャイとアナンドのアムリト・ラジ兄弟。 ラメーシュクリシュナンの3人で決勝を戦ったが、スウェーデンには全く歯が立たなかった。ビジャやムリトラジはテニス経歴の傍ら、俳優活動にも携わった。俳優としての彼の出演作品には、007シリーズの第13作、007オクトパシーや、スタートレックシリーズのスタートレック4故郷への長い道がよく知られている。 アムリトラジは1990年にプロテニス選手から引退した後もテレビ解説や事前活動など多方面の活動を続け今なおインドの誇りとして尊敬を集めている彼は2004年から2006年まで2年間国連平和大使を務め2006年にビジャ・ヤムリトラジ財団を設立した2008年デビスカップアジアオセアニアゾーンの グループ12回戦で日本チームと対戦した代表選手の中にビジャイの息子プラカッシュアムリトラジがいた。P ・アムリトラジはシングルス第2試合で日本代表のソエダ号を破った。この出来事により30数年前にインドのテニス界に君臨し、日本のデビスカップ対インド戦で立ちはだかり続けたアムリトラジ一族のことも、 再び日本のテニスファンの話題に上るようになった。ありがとうございます。